水深4 0メートルを超える海底に横たわる巨大な船今年5月沖縄本島北部に位置する小売島の沖で撮影したものです沈んでいるのはアメリカの軍艦「エモンズ」1945年4月6日日本軍機の特攻を受けて航行不能となりアメリカ軍によって沈没処分されました エモンズの調査を行った九州大学のの菅博信教授のグループ全長1 0 0ルを超える船を調べるために活用したのがフォトトグラメトリという技術さまざまな方向から写真を撮ってその写真を撮った位置というのを逆に求めてあげてそれからその物体を3次元で構築していくというそういうテクニックでして。 多数の写真を撮ってそれを組み合わせて 3D を作るんです菅教授は2015年、自ら海に潜って1820枚の写真を撮影フォトグラメトリで 3D モデルを作成しエモンズを立体的に復元することに成功しましたその結果、当時の戦闘の状況が生々しく浮かび上がってきたのです 日本軍の特攻機がどちらから入ってきて、エモンズがどういうふうにそれをそこから逃げようとしていたのかっていう行動が分かってきたわけです。3D モデルで再現されたエモンズの訪問は、水面方向を向いていました。このこのとととから、ら特攻機は高度な飛飛行技術が必要とされれる水面すれすれを飛んで突入していたとみられます。 さらに飛行機のエンジンが確認されました船のすぐ横には飛行機の車輪も落ちていました分析の結果、エモンズを攻撃した特攻機は陸軍の98式直接共同偵察機だとわかりました旧式で速度が遅い偵察機ですで足が出たままの練習機だったんですよ ここのことから実は、当時の状況は非常によく分かってきた、でじゃあ、どうしてその練習機が、このエモンズにこんなに見事な形で突入していけたのかエモンズが攻撃を受けた1945年4月6日、日本軍の飛行機およそ300機が特攻に飛び立ちました。その中で 98式直接共同偵察機は、宮崎県の基地を飛び立った誠飛行隊だけで、アメリカ軍はその姿を撮影していました。福岡県にあった、立ち洗い陸軍飛行学校で教えていた教官と助教で編成された特攻隊です1機目が戦備を攻撃して、2機目、3機目が、両方から環境を攻撃してるんですね。 こんなことができる優秀なパイロットだったわけですこれだけ、えー、統率が取れてるので、これはしかも、かなり5機もここまで達してる、到達していますし、それだけの技能を持ったパイロットっていうのは、もう共感しかありえないと戦争が続いていた中、なぜ飛行技術を教える教官たちによる特攻隊が、 編成さ戦況の,の悪化により統廃合されるようになりまして立ち洗い陸軍飛行学校も昭和20年の2月に廃校になることがもう決定しておりましたそれによってその教官助教でそこにいらっしゃった方たちが余剰辞任となりましてその方たちの特攻編成がこう組まれた、まあ、命令が出たということですね。

より鮮明に見えてきました最初どうして共艦隊が特攻に行くんだろうと疑問に思ったんですがその制空権を米軍に抑えられている中でもう飛行機乗りを育ててもしょうがないもう衝撃的ですね震えるような衝撃ですねで、しかもその共艦隊がそういうふうに 命令が下って生かされるいや戦争っていうのはこういうことをするんだなというふうに思いました九州大学のグループが 3D モデル用の写真を撮影してから10年海底のエモンズにも変化が見られますもう完全につながってしまってですね、はいえー、だいぶ様子が変わってますね 実際これだけまあ早く劣化が進んでくるというふうに思ってなかったもんですから船首付近の穴はこの10年で大きく拡大したことがわかりますさらに10年前は形が残っていた船の後ろ側の砲塔は崩れ落ちて海底に落下していました これが上向いてたんですねで、この上にあるのが台座ですね台座はあの戦艦に、まあ、ついていたくっついていたんですがそれが剥がされています、ね、戦後80年が経ち戦争の証言者が減り続けている中物言わぬ語り部とも呼ばれる戦争の遺物その遺物も 年々劣化が進んでいるのです。実際にこの証言をしていただける方が少なくなって、もうだいぶいなくなってきているそういう現状では、やはり物がこう語っていく時代になっていくだろうと思います。ただその物も,のもだんだん劣化していく。そうするとやはり。 それを忠実に残したこういうモデルですねこれを使って語り継いでいくっていうそういう時代になってくる